もう瀬戸さんは昔からおかわりなくとっても健康的な印象があるんですけれども、健康を保つ秘訣とかってありますか？そうですね、やっぱりなんかあの体に異変を感じたら早めに対処するっていうか、あの例えばちょっと喉が痛いなと思ったらあの。 まあ、薬を早めに飲んであとは手洗いうがいをいつも以上に多くするとかあとやっぱり睡眠がすごくやっぱり大切だと思うのでどうしても私あの睡眠時間が割と短い方なんですねなのでそういう時はちょっと早めに寝ようとか、あのーまあ、そういうことを心がけたり、まあ、あとはそうです、ね、あの最近だとストレッチをちょっと夏に向けてやっぱりあの洋服が薄くなるのでしてます。<あ>はい、運動とかもされてるんですね 運運動動もされてるんでですすね運動はそうです、ね、あのなかなかスポーツジムに通うってことはちょっと難しいので難しいというかちょっと割と続かなかったりもするのでお家で気になった時にそのポイントポイントで まあ今ちょっと腹筋を鍛えてるんですけれども,もう朝晩もう気づくと時間があるとやってますねうわ素晴らしいですね、はい、本当に健康的なライフスタイルですよね。はい、ご家族の健康にも気を使ってらっしゃるかと思うんですが、はい、何か心がけていることはありりますか、はい、あでもやっぱり同じくですねあの本当になんかちょっと異変を感じたらあの、まあ、薬を飲ませたりとかあとはまあ食事面でちょっと気を遣ったりとか。 もうとににかかくなんか早く早寝かせるようにはしますね体,体調良くないんだからちゃんと寝なきゃだめだよなんて言ってで、まあそうですね、やっぱりちゃんとそういうところをあの日頃あの気をつけて見てあげてできるだけ大変にならないうちにあの対処するようには心ががけてます、ね、うんさすがですねさで先ほどプライバシーのお話もありましたが人前に出るお仕事をされているので、はい、そういった面でのご苦労もありますか、うん そうですねやっぱり体って正直じゃないですか。なのであの体調が、まあ、あの悪い時とかは気軽に相談できる場所があるといいなっていうふうにはあの思うんですけれどもまあ,あの割と私が健康体なんですよ。あの風邪もあまりひかないしで唯一その子どもたちが感染症とか,なんかそういうのになっても。 うつらないんですね。あんまり看病するのは私なんですけれども。だから。まあ、そういう時は本当にマスクをお家の中でもマスクして手洗いしっかりしてっていうことをやってるので、本当に健康なんですよね。私はだからまあそうですね。あのまあ、こういうね。あのサービスがあると、あのアプリにそのログインして、まあそのあれですね。薬剤師さんのそのアドバイスとかご指導を受けられるってことですもんね。そうなんですよ。うん。 まずあの先ほどね先ほさんおっしゃったように普段使い慣れてるそのアマゾンのえアプリそしてアマゾンのアカウントからそのまあ今までこうね薬局に行ってこう薬剤師さんの話を聞いてたものが本当にオンラインでえそういう説明を聞いてそしてお薬の配送までをそこで手配することができま まあ実際にそこであの注文したお薬は、うん、そのご自身のアカウントの最初にもおっしゃられましたけれどもはい、はい、今配送状況がどうなっているのかというのも確認していただくとなるほどやっぱりなんかあのね実際に行ったりとかあの、まあ、できなくはもちろんない今までもそうだったんですけれどもあのね 普段ご利用されている方は本当に多分あのアカウントをお持ちですしそれログインしてあの処方箋の,そのシステムを入れてお家に薬が届くっていうのは本当にとっても便利であのすぐに利用したいなと思うんですけれどもあのまあねその辺がやあの分かりやすいとねとても楽ですよねログインの仕方とかそのアカウントを持っていればそのままの流れでいけるっていうのは。 はい、今回本当にできるだけ分かりやすい使い方、はい、になるようにあの本当にチームで頑張って作ってきたんですけれども、えー、あとその一つのアカウント、はい、から最大、えー、でその10人のプロフィールが登録できるので本当にそうです。ご家族、はい、皆さんのプロフィールを 例えば瀬戸さんのアカウントに全部作っちゃう、はい、えー、あ一人一人作らなくても一人のアカウントで10名まであそれ便利ですねうんなんかあのなんだろうまあそういう。 あの一つのアカウントで10名のなあの分かりづらいと一人一人アカウント作らなきゃいけないのかなっていう、うん、ちょっと不安に陥るんですけれども1人のアカウントで10名までって言ったら、まあ、家族の管理を1、まあ、人の方ができるっていうことだから、まあ、そうですねあの例えばあのアレルギー持ちの方とか花粉症の、ね、方とかあの、まあ、そういう時にも。 あれですよねおすすめって聞いたんですけれどもそうですね、はい、あのまあ比較的まあ中か急にあの発熱したとかだともうねもうち薬薬薬局行って薬欲しくなっちゃいますけど、はい、もうちょっとこう症状が安定していて定期的にそうですね、薬を同じお薬を例えば定期的に飲まれている方なんかはすごく便利にまず使っていただけると思いますし。はいうんうん それ以外にも高血圧とか糖尿病みたいな生活習慣病であったり、うん、アレルギー性の皮膚炎とかあるいは喘息とか、ええ、そういったいわゆる慢性疾患がある方なんかは、うん、本当にあの便利に使っていただけるサービスになっていると思います。うん、素晴らしい、うん、瀬戸さんの